やりたいんだけど、こっちゃんが今そっちの携帯使ってるから配信やりながら大富豪ができなくて、配信終わったらやろうかなと思って。反動来るし、今ももうすでに眠たい。ゼロポジ生討論会のスタジオ観覧外れだった。逆に当たった人いるのかな、あれめちゃくちゃ怖いんだけど。私まだ何も用意してない、あとちょっとしかないのに。福袋届いた？どんなのが入ってた？ミニトン練習してない。だって何やるかわかんないもん。土曜日アップ日もある。めっちゃ案件、なんかめちゃくちゃ案件っていうかスケジュールが今もう、こんな忙しかったっけみたいなぐらい忙しい今。今日は本当に久しぶりのお休み。もうずっとリハリハリハって、みんなそうなんですけど。19は明日はセーター祭でしょ、20は生討論会でしょ、21なんかあるでしょ、22アップビートアップビートウィーケンド、23試験でしょ、24があれだ、公演入るかな分かんないけど、青春ガールズもし入るなら青春ガールズあるし、25も青春ガールズあったっけ、なんかいろいろある。アップビって曲かけれるっけ、待って固まってる。え、固まっちゃった、スライドできない、なんで。見た。あ、2月25チームイン公演なんだ、出たーい出たいよー、やだやだ、出たい、うん、昇格する前にいろんな公演出ときたい。もう昇格してからも出れるなら出たいけど、やだやだ、出たいよー。 S は明日出れるからよくて、出たい。逆セーターは一回出たことある、楽しいよねあれ。ハッピーバッピーバースデイゆっち、お金のレッスン、これからもまだまだも先が長いですね。頭抱えてます、本当に自分こんな覚えれんのかなみたいな怖いもん。髪伸びた、今結んでたからめっちゃ跳ねてんだけど、髪伸びたの、結んでたから外跳ね。チュリさん、そう、横江チュリさんと歌いたい。チーさんと同じ曲出たいな、全体曲とかじゃなくて、なんか7人とか10人とか少ない数で出たい。好きなスポーツはゴルフ、水泳。
クロスはもう圧倒的に顔が似合わないので無理です もう顔とかそれ以前にパフォーマンスがキビキビすぎてノロマの私は無理です。ゴルラン持ってないの？ゴルラン欲しいの。ゴルランね、なんかみんな着てて、マキコさんもスズランさんももちろん着てて、アーヤも着てて、かわいいなみたいな。かわいいよね。赤堀さんがオオカミとプライドやつ、そう、めっちゃ羨ましかった。かわいい。最長何メートル？めっちゃ驚いたよ。最長ね、めちゃくちゃ泳いだことある。私一回学校のねテストで、あれ何メートルだったんだろう。まず1回目なんか5分以内に泳ぎ切らないとダメなやつで、ギャル1回目はクロールで 50m 泳いで、で1回目っていうかね、 50m まずクロールで泳いでから平泳ぎで 50m 泳いで、最後の1種目は背泳ぎでもバタフライでも何でもいいんだけど、あ違うだ、ダメだダメだ、クロール背泳ぎ、あ違う違う、クロール平泳ぎ背泳ぎ最後1種目何でもよくて、バタフライやったら追加点みたいだから、 50×4200m だ。そんなすごくないか、200m でも辛かったな。200m